沼君、はいえー、立憲民民主社民の尾です時間も限られております、今日は西村大臣に絞ってご質問をさせていただきたいと思います。1、えー、問目であります、緊急事態宣言が場茨城も含めて拡大されたところでありました、国民の行動に対する強いお願いということでありますが、何をどの程度までどうすべきと考えておられるのが正方針なのか、オリンピック、お盆などは挟みましたが、実際はどうだったのか。 大体のところは先ほど来の議論で分かりましたが、ギャップがあるということが正直なところなんだろうと思います。政府は期待している水準と、現実の水準、ギャップがあったとすれば、その原因は何だったとお考えなのか、まず短く結論からで構いまます結論からぜひともお願いいたします西村国務大臣。 あの私も先ほど申し上げましたけれども、さまざまなこのデルタ株の影響を勘案しながら、ですね感染力が強いということを勘案しながら、さまざまなシミュレーションも研究者の皆さんにお願いをして,お願あのしていただいてきておりますし、えそして、えー、人流の流れから、人流の多さから言って、ですね感染は増えていくものと。 いうことを想定しながら対応してきたところでありますそうした中で大事なことは先ほど来御議論ありますとおり感染があの一定程度出た場合でも国民の皆さんの命健康を守るということでありますので医療提供体制をしっかり確保するということが重要でありますのでえそうした姿勢で臨んできているところでありますいずれにしましても感染がもう桁違いになっておりますしえ先ほど来御議論ありますようにまだ 人の流れから言って増えるものことも想定しながら対応しなければならないというふうに考えております小沼拓実君ダメです今の答弁はギャップの理由を聞いているんでありますデルタ株なんですか西村国務大臣感染拡大の原因要因はですね、様々あると思いますが一つにはこの感染力が極めて強いデルタ株つまりこれまで感染対策をしっかりやっててあんまりクラスターを出てなかった百貨店や 学習塾やそうういいいっったとところでも感染が広が広ているという事実はありますそれが一つですそれから、やはり1年半にも及ぶこのコロナ対策の中で、自粛疲れ、どうしても若い方を中心に、先ほど青木先生から、40代、50代も活発に活動しているということがありますが、多くの人が活動が活発になってきているということ、それによって接触機会が増えて、そして感染が広がっているということもございます。 オルマ匠君えと国民の行動に関するお願いについてのギャップを聞いています、感染拡大については聞いていません、すれ違いまくっておりますので、その点について、もう最後にしたいと思います、国民の行動、外出の還元とかっておっしゃってますよね、それはどれだけ減ったのか西村国務大臣、えー、足元人流はですね、 昼まで言えば2割ぐらい、夜で言えば3割ぐらい減っている、そして先週はです、ね、お盆の時期でもありましたので、朝の乗客数で見れば5割程度の減少が見られます。これは専門家からはです、ね、昼、夜ともに全体として5割ぐらい減らすことが、感染拡大を抑えていくことが必要だと言われておりますので、私ども、このまさにお願いでしかできない外出については、何らかの規制があるわけではありませんので、特措法上の強制力があるわけではありませんので、 国民の皆様、お一人お一人のご協力を得ながら、えー、減ってはいますけれども、もう一段減らす努力を進めていきたいというふうに考えております小沼匠君。減ってはいますけれども、目標どおりには行っていないということであります。なぜ、国民の政府がいくらお願いを、強いお願いを何度も繰り返しても、国民の行動はそれに見合う水準まで行っていないと、その原因は何だとお考えになりますか。西村国務大臣 これもさまざまな理由があると思いますけれども、大きな理由の一つは、繰り返しになりますけれども、1年半にも及ぶコロナ対策の中でやはり自粛疲れ、そしてまあコロナ慣れという言い方、専門家される方もおられます、そうした中で、えー、活発な活動が行われ、接触機会が増えている、さらにそこに感染力の強いデルタ株ということの広がり、これによって感染が広がっているものというふうに理解をしております。 なるほど、そういうことですね、自粛疲れということでありますが、私は解釈が違います。諦めだと私は思っています。おっしゃるとおり、1年と7ヶ月近くであります。我々国民は実に従順に政府の自主党政に服従してきました。何のためですか。政府が適切にこのコロナ禍を解決してくれると信頼していた方であります。 だが現実はどうかということを見ると、長らくこの自粛の影響というのも伝えられておりますし、実際、政府がこ適切に解決してくれるのか、その期待が裏切られてしまった、事実全く反対のことが起こっているからこそ、国民は実に政府の対応に対して、お願いに対して、失望のどん底に蹴落とされているからこそ、政府の命令に従って、必要求には従って言えない状況になっているのではないかと、このように私は感謝します。 もしこの観察に誤りがあれば、正していただきたい、いかがでしょうか西村国務大臣。もちろん私ども、特に私の立場では、この感染を抑えて、特に国民の皆さんの命と健康を守る、このことに、それぞれの自治体と連携して全力を挙げてきているところでありますけれども、あの何よりご理解いただきたいのは、お一人お一人の健康、そして命を守るためでもあるということ、もうこれだけ強い感染力があって、 人と人との接触によってこれは広がりますので、しかも普段会わない人と会うとリスクは高まるわけですね、大勢で会えばよりリスクが高まる、このことをぜひご理解いただいて、ですねご自身の命と健康を守るためにも、そしてご家族、両親や同僚、職場の同僚、健康、命を守るためにも、ですねぜひ一人一人のご協力をいただきたいと。 これは協力をいただいて、お一人お一人のご協力をいただいて、社会全体で感染を抑えていく、このことしかできませんので、ぜひともご協力をお願いしたいというふうに思います。小沼匠君。何を言ってんだという気うがしますね、えーと、みんなもう自分で分かってるんですよ。ある程度、感染対策に気をつけてやれば大丈夫だという言い訳を、例えば、銀座のぶらつきの話もありました、会食の話もありました。 言い訳を大量に用意なさっていただいてるじゃないですか、じゃあ、気をつければ大丈夫だよねっていうことは、極めて合理的な国民一人一人の判断になっていると思います。そういう、さらに言えば、お願いしかできないということをおっしゃっておりますが、じゃあ、この1年7ヶ月か月近く、政府は何をやってきたんですかね、医療逼迫の状況があっていると言いますけれども、特措法に基づけば、例えば医療臨時医療施設とか医療従事者の確保とか、いろいろできるじゃないですか、今の法律上でも。なぜやっていない 多分守主語が都道府県知事だから、都道府県の責任なんだということを言うんでありましょうけれども、医療の逼迫体制なんかも鑑みると、なぜこの現状が起こっているのか、その現状を放置ないしは継続させている主語というのは一体何なのか、その点について大臣からの今の理解をお聞かせいただけますでしょうか西村国務大臣、3> あの第3回目までの緊急事態宣言。 これは4月、5月の時ですね、この時まではまさに緊急事態宣言によって、そして4月、5月は特に百貨店の皆さんにも休業をお願いしたり、イベントも無観客にするなど、ですね相当強い措置を、これ、特措法でできる最大限に近い措置を取ることによって、ご協力をいただいて、感染を減らすことができました。これは 政府としての努力もあります、それから国民の皆さんのご協力もあります、それによって減らすことができましたが、今回はですね、まさにデルタ株によって桁違いのものになっておりまして、私ども、本当にこの特措法の限界を感じながら、苦労しながら対応してきておりますが、ご指摘の臨時の医療施設につきましても、これはあの特措法上、あるいは医療法の特例もありますけれども、 これまで11の都道府県で14の施設を設置をして、対応してきております、最近では東京都や福岡県が宿泊、ホテルをです、ね、臨時の医療施設として抗体カクテル治療薬を投与するということも始めております。そうした努力を都道府県と連携しながら対応してきておりますし、病床について、あるいは宿泊療養施設についても、それぞれの県の判断で増やしていくところ、これは我々もサポートしながら。 資金的にも、また観光庁などの支援も得ながらですね進めてきているところであります。いずれにしましても、今、これだけ桁違いの感染があり、医療が極めて厳しい危機的な状況になりますので、これ、医療の方は厚労省中心でありますが、それぞれの自治体と連携して、全力を挙げて取り組んでいきたいと考えておりますオルマタク君質問は主語を聞いているのであります。じゃあ医療逼迫のの現状とといいいうううは今なないい理解なんでしょうか あるんだとすれば、その現状を放置している、継続させているその主語というのは一体何なんでしょうか、さら問といというか、繰り返しの質問でありますので、もう一度お答えいただけますか西村国務大臣あの、医療を繰り返してありますが、非常に逼迫をし、危機的な状況になっているというふうに理解をしております。 そうした中で、えー、厚労省を中心に、ですね、えー、自治体と連携をして、病床の確保なり、あるいは自宅療養、宿泊療養の人にも、医師会と連携し、あるいはオンライン診療なども活用して、これ、診療報酬も引き上げて、ですねより、えー、多くの医師にも協力をいただいて、えー、それぞれの健康観察を行ってですね、 いざ悪化したときに必要な医療を受けれるような、こうした体制、構築を進めているところであります。えー、いずれにしても、それぞれの自治体で状況は違いますので、特に首都圏、大阪、福岡など、厳しい状況のあるところ沖縄、こういったところについては、えー、特にこうした臨時の医療施設の活用も含め、ですねあるいは病床を増やすこと、人材確保すること、こうしたことに全力を挙げているところでございます小沼巧君、はいえーと。つまり自治体が悪いと。 で厚労省も悪いとということでありますが、特措法の話、何度も振られておりますけれども、今回やった、いろいろと今回やってのけてたじゃないですか、西村大臣も、酒の取引提供監視に関して、法律に書いてないことをやってのけるというのは、リーダーシップ、いいか悪いかは別にして、リーダーシップのあるものを発揮してきたわけじゃないですか。1年7ヶ月のコロナ対策 いろいろありますね、緊急宣言だの、まん延防止だの、県独自の緊急事態宣言だの、いろいろありますが、その本質は大して変わってないと思います、自粛のお願いだけであります。それを自粛のお願いばっかりで、なんでこの1年7か月近くも医療の提供体制も含めて整備してこなかったのかなということに対しての憤り、政府は結局お願いばっかりで何もやんねえじゃねえかということが正直な話。 政府がいくら何を言おうとも、笛えふけど劣らずの状況になっているのではないかと強く思います。例えばじゃあ、具体的に冷静に聞いてみいましょう、中等症の入院の話であります。えー、っと、訂正を整備している、いっぱいやっていると言いますけれども、例えばは今年になって、コロナで自宅で亡くなった方々っていうのは、91件ぐらいあるんですかね、昨日の話だということであります。中等症 そそもそも入院とかを調整している中で、中等症の人以上の方々が何人いるのか、今、政府は把握していないとのよう答弁が昨日の勉強の中でございました、中等症の人数を把握していない理由、合理的な理由っていうのは、もしあるのであれば、お聞かせいただきたい、把握すべきなんじゃないかと思いますが、いかがでしょう内閣官房内閣審議官、梶尾正弘君。 あの厚生労働省があの都道府県に依頼して収集しております療養状況調査におけます入院先調整中の人数は、療養場所の種別が入院と決定したけれども、調査時点で受け入れ医療機関における療養を行っていない人数ということで、あのその調査の中では、あのあのこの調査の実施にあたって、現場の最前線でコロナ対策に当たっている受け入れ医療機関や保健所等に、まあ、事務負担にもなるということで、その調査においては症状の程度等の把握をは求めていないという形でのことだと承知してございます。もち 個別の医療機関への聞き取り、あるいは自治体での病床調整の過程で得られた情報を必要にして共有することで、あのどのようなあの状態の方がいるあの調整所にいるかということの把握はあの、現場の状況の把握に努めているところでございます。 事務負担だからっていって、91件というのは見過ごされていた、見殺しにされてしまったというようなことが聞こえるんでありますが、把握しないことの理由というのがいまだに分かりません、机上の空論にしか聞こえないのであり、ます今ほど現場とかそういった草の根の意見が大事になる時代はないのではないかと思います。 病床の確保についてもお伺いしてまいりたいと思いますが、まさに目先、ある意味目先ですわ、これ、現場の課題にどれだけ目を光らせているのかということは、はなはだ疑問として思わざるを得ないんであります。よく言われる確保病床ってストックの概念ですね、ストックの概念で何かというと、今本当に入れる植物の現物ベッドと、合意をしたからそのうちできるだろうという仮想的なもの、それが確保病床数と,いうという概念で、コロナ対策の中で光らせて、あの実際に。 ウォッチされててるるのは現状であると伺っております他方、実際問題、自宅で亡くなった方々の話を見ると、今使えるベッドがどれだけあるのか、専門用語でいうと、速応病床ということだと思いますが、速応病床というフローの概念に対して着目しないで、ストックの加工病床使用率っていうところばっかりに注目しているからこそ、なんだかんだ言って、自宅で亡くなってしまうということが起こっているのではないか。 まさに指標の取り方自体が間違っているのではないか、ここに改善の余地があるのではないかと考えますが、ご見解はいかがでしょうかう梶尾内閣審議官先ほどの同じようの療養状況調査におきましては。あの 様々なデータを取っているわけですけれども、その中で確保病床だけではなくて、即応病床の数、ご指摘の即応病床につきましても、あのの今のこの6月からです、ね、ことしの4月、5月にあの計画の見直しを行いましたけれども、そういったことも踏まえて、今年の6月の第1子の調査から調査項目に入れているというふうに承知しています。あの実際、主に確保病床使用率は、余力を確認するための指標でありますけれども、ご指摘のように、あの入院患者の急増により、 病床が逼迫しつつあるような状況下ではあの、確保病床だけではなくて、即時患者系受け入れを行うことが可能な速行病床の状況も併せて把握することが大事だと思っておりまして、いずれにしましても必要な方が必要な医療を受けられるよう、あの自治体や医療機関、保健所の現場の負担も考慮しながら、さまざまなデータを収集、分析して、えー、適切に把握、対応していきたいと考えております。 沼神殿ですからね、必要な人が必要な医療を受けられない現状を作っている指標のやり方も含めて、大いに改善の余地があると思いますので、それは真面目に検討していただきたい、時間も限られてまいりました、さて、西村大臣に、先月末に30兆円の繰り越しの話、させていただきました、ル,ルご例あの説明を述べられておりましたが、私にしてみれば、結局30兆円を出し惜しみしているようにしか見えないのであります。 例えば申請とかうんぬんかんぬんとかって言っちゃっておりましたけれども、いろいろ医療機関の交付金とかですね、なんか GoTo トラベルみたいなのも残ってるっちいう話ですけれども、なんで30兆円が残っているのかっていうことについてお伺いしたいんです。責任の所在はどこにあるのかっていうことを聞きたい。申請をそもそもしてこない自治体なり、医療機関なり、あるいは民間の人たちが悪いのか、それともそもそも予算が積んであるんだけれども、潤沢ではないから厳しく審査をしている政府が悪いのか、両方なのか。 三十兆円が余っていることの根本をこの現状を作り出している主体というのは誰なんでしょうか。日村国務大臣。大きな理由は二つあると考えております。一つは予算を多めに取っているからということが一つ。もう一つはその予算を適切なタイミングで出しているからですね。その時点で。 例えば GoTo トラベル、1兆円、まだ残っておりますけれども、使える予算が残っておりますが、これは去年やるべきでなかったから、今、繰り越し残っているわけであります。 それから、大きく取ったという意味では、無利子・無担保の融資であったり、資本性ローンの、これは中,堅規模の中,中,中規模の企業に対する支援ですね、レスゴローンなどの、これも枠を取ってあります。これはすべて申請があったわけではなく、実質無利子・無担保もまだ余裕があるということでありますので、そういう意味で、大きく2つの理由で、適切なタイミングで使っていくために、今年度に残っている分があるということであります。 オルマタクミ君適切なタイミングは今ではないということで,あるんでしょうか西村国務大臣あの。例を挙げますと、GoTo ト,トラベルも今やるべきではありません、1兆円今使うべきではないと思ってます、それから、劣、え、後、ー、ローン、実質無利子・無担保の融資もです、ね、まだこれ合わせると、7兆円、8兆円、まだ繰り越しの金額残っておりますこれは随時、必要に応じて使っていきます。 それから協力金もまだ1兆円の単位で残ってますけれども、これも、これは申請に応じて、もちろん早期支給の仕組みも始めましたので、そうしたものも含めて、必要なところに早く届けるということであります。 小沼 GoTo トラベルは先ほど、先日の議論をすると、もう1年ぐらいまだ続くんじゃないかっていう話だったので、今年度は正直使えないんじゃないのかなと思います。さらに講談の答弁なんかを聞いていると、申請してこないやつらが悪いんだっていうことですね、そういうことだと受け止めました、その世界で本当にいいのかっていうことは厳しく問われなければならないと思っています。 ほぼ時間がなくなってまいりましたので、一つ提言をしてみたいと思うのであります。GoTo トラベルとかっていうのは、現状、GoTo キャンペーンにしか使えないわけであります。他方で医療の逼迫体制とか、他にも、あるいは生活困窮者とかも含めて、もろもろ手が足りてないところがある。だが残念ながら、今は予算の縦割りの関係がございますので、えー、省庁横断して、物事を使えません。 それをを使えるるよううな仕組みといいのを導入すすべきであると私は思っています財政法33条に基づく異様という仕組みを使えば、柔軟に対応できるんです、昨年の,昨年の5月25日の決算委員会で、財務大臣にその点、物申してまいりました、そしたら、緊急事態宣言が解除されるというタイミングだったから、目のつけどころはいいかもしれないけれども、時期としてはという話がありました。 だが今回は緊急事態宣言がさらに拡大されている時期であります、今こそ予算総則に定める異用、これを柔軟に活用することによって、必要なところに必要な金額を迅速かつ潤沢に届ける、その仕組みを予算委員会開いて、実際に提言あの、実現すべきであるということをご提言、最後に申し上げまして、時間がまいりました、質問を終わります。ありがとうございました